ねえ、聞いた？何？転校生が来るんだって。転校生？風が甘い。空気に匂いがあるんだ。ここが地球。僕は京極良一に出会った。これは早くも今年一番の事件に決定。シロ、グッジョブ。来てる。今日は俺の人生最高の変化。何すんだよ。
それも悪いこととは言わんけどな。人間関係や人間同士の付き合いの中で中学生が学ぶことは他にもっと多くあるはずだと、今回の件はそう考える人も多いってことだ。よし、話が終わりならお待ちかねの転校生だぞ。あれ、政府？なわけあるか！正義、チャイムだったぞ。政府のはずないだろう。やっべえ。だったね、朝弱いくせして無理して早起きすっから。どうせ二度寝でしょ。くそ、ほっとけよ。またチャック開いてますよ。お前、黙っとけよな、それ。命令できる立場かな、チャック開き棒が。鈴浦様、そのこと黙っててもらえませんか。小さい声は聞こえづらいな。黙っててください。お願いします。楽しそうなクラスですね。今度こそ本物の転校生だ。だよな。はい、何か挨拶。花巻市から転校してきました。新しい制服はまだですが、京極良一です。よろしくお願いします。あれ、何？あいつ確か。何？知り合い？うん、ちょっと今朝。今朝？アドレス？うん、携帯の。ああ、持ってないんだ、俺、携帯。なんで？必要ないからね。親が厳しいの？いや、本当に必要ないって思うだけなんだけど、それじゃダメかな。メールは？メールもしないの？うん、必要ないからね。サオリン、京極くんは本当に携帯持ってないんだよ。ね、あんたも教えたくないんじゃなくて。なになに、どうしたの？いや、ほら、ミジンコ？うん、なんかすごいよね、ミジンコ。ちょっと、待ってよ。演劇か。きっとやったことないよな。今年は担任が斉藤先生だもんね、楽しみ。よかったよな、去年の斉藤先生のクラス。ねえねえ、それより部活何やるの？なんかあいつ秘密がありそうなんだよな。バカらしい。そりゃ秘密くらいあんでしょ。え、なんで？イケメンだもん。なんだよ、ああいうのが好みかよ。女子だけになると転校生の話題で持ちきりだったよ。体育の着替えの時とかさ。はい、今エロいこと考えた。うまい。テレキー、飽きよう、チャック飽きよう。そっから離れようぜ。もうで、どうして秘密があんだよ、イケメンだと。それは女子だけの秘密。はぁ、あ、てれてー、あきよー、チャックあきよー。なんだよ、その歌。みんな不満に思ってるみたいだね。携帯ですか？ああ、うちのクラスもです。禁止は行き過ぎじゃないかって。民主的に全校集会すべきだって生徒会を非難する声も多いですよ。裏切り者だとか。じゃあみんな、改めて自分の意見聞いてもいいかな。賛成なのか反対なのか。天野くん。そう聞かれてしまえば賛成ですが。近藤さん。賛成です。春川さん。そうですね、絶対に必要なものじゃないですから。神野くん。しょうがない、賛成だよ。去年の携帯事件で不登校になった生徒、実は僕のクラスでね。あ、山際さん、今年から私のクラスです。携帯はあれば便利よね。でもそのことで傷つく人が一人でもいるのなら学校では禁止。それは仕方のないことだと思うの。きっと曽我の言う通りなんだろうな。でもみんなそれを自分たちで決められないのが不満なんだよ。不思議よね、一人一人に聞けば賛成なのに、みんなで集まるとなぜか反対の空気になる。空気か。
僕らの本当の気持ちって自分の心の中にあるものなのかな、それとも空気の中にあるものなのかな。決まってるじゃない、自分の気持ちは自分の中にあるものよ。いつだってそうならいいんだけどね。いつだってっていつでもよ。自分以外の誰かがいるから起こる気持ちもあると思うよ。それも自分の中にあるものなのかな、それとも人と人の間の空気の中にあるものなのかな。春川さん。ピアノ開いてたかな。まずかったかな。ううん、大丈夫。開いてる時は誰でも使っていいことになってるの。そっか。ありがとう。春川さんもピアノの練習？熱心だね。うん、私今家にピアノないから。そっか。月の光ん？だよね、ドビュッシーの。うん。好きなんだ。月が。変かな。ううん、変じゃない。ちっとも変じゃないよ。そう。よかった。好きなんだ。好きが。くつろいでいるところすまんが、良一、貴様はこの時代にいるだけでも力を浪費しているんだ。そうしてあなたが出てくる時にもね。貴様の発言は京極博士に報告される。よもや使命を忘れたわけではあるまい。月か。この時代の月は黄色いのだったな。奇妙な感じだ。でも綺麗だ。物語や歴史の中で誠の恋が穏やかに実を結んだ試しはない。やっと思いを遂げたとなると、戦争とか死とか病気とか必ずそんな邪魔が入るんだ。
そうして恋はたちまち溶けて消えてしまう。音のように儚く、影のように素早く、夢よりも短く。あれ？まだライサンダーのセリフだよね。演劇って何か意味とかあるのかな？意味？意味とかじゃないと思うよ、多分。必要なこと？必要とかでもないと思うんだけど。じゃあ何のため？そういえばなんで、おお、京極は随分哲学的なことを考えるんだな。先生には分かりますか？そうきたか。例えば今やってる夏の夜の夢の作者はこんなことを言ってる。芝居とは自然に対して鏡を掲げて真実の姿をえぐり出すもの。鏡が生まれたのは何より自分の顔が見たいからだろう。芝居もそれと同じかもしれないと俺は思うよ。ややこしいですね。演劇の面白さは限られた時間、その一瞬の自分たちが形になることだ。限られた時間？ああ、その中で京極もお前なりの答えを見つけてみたらどうだ。今というこの時の。先生、それなんか逃げてない？質問から。カッコつけすぎか。まあ何にせよ楽しんでくれたら一番だけどな。それが生きてるってことだろ。演劇だって生きてる人間がやることだからな。斉藤先生っていつもあんな風に？ケンジと私、去年も担任再選だったから。そっか。あ、でも本人の前で再選って言わない方がいいよ。実家が神主なんだ。再選って神社の？それも由来って感じ。京極くんは演劇の何が気になったの？そう、実際には心の中で思ってもいない言葉をやり取りして何か意味があるのかなって。難しいね。何のための形式なのかなって。形式？形式といえばそうだけど、今私たちが話してるのも心の中が本当に分かってるわけじゃないじゃない。そういう意味では同じことにならない？そうだね、そういうことになっちゃう。わな、あんた全然分かってないでしょ。バレたって。言葉がなくても伝わることもあるみたい。そうだね。どうせ俺には伝わってませんよ。どうかな、席なら全部分かってるような気がしてたんだけどな。気のせいかな。それなんて超能力。うわ、確かにすごいね、この景色は。でしょ、こっちこっち。へえ、トンビ？冗談じゃなくて本当だよ。保育園の時遠足のお弁当取られた。悪いやつだなトンビ。いいところだねここは。そうかな。嬉しいな、そう言ってもらうと。トンビが人の食べ物を狙ってます。パクッ。うわ、変態だと思われるよマジで。あんまじろじろ見てると。うっそ、見てた俺。見てた、超見てた。ガン見。どうしたの？なんでもない。超能力かもね。言葉がなくても分かっちゃったから。バレバレだっつうの。元気出しなよ。無理。無理でも。だってお前に俺の気持ち分かるわけないじゃん。なんでそんなこと言うの？え？分かんないじゃんそんなこと。夏希？なつき。
あなたがカードに書いた図形はズバリこれですね。すごい、そうです、信じられない。投資しました、あなたの心を。テレパシー、それは物理法則です。人の心が読めるわけないじゃん。ああ、そりゃそうだがな。超能力があれば便利だろうさ。でもないもん。まあ、携帯みたいなもんだな。この年になると、あってもなくても変わりない。年の問題？持ってないと相手が不便があるからな。仕方なく合わせとるんだ。コージじいちゃん超能力者？何言うとる。携帯の話だ。ケンジはまたなんで超能力が欲しくなった？じいちゃんは人の気持ちが知りたいと思ったことない？本当の気持ち。お前は本当に敏感だな。ありがとな、慰めてくれて。ケンジ、厨房のお父さん手伝って。はい。大丈夫？ごめん。何よ、何のよ。だってお前携帯出ないし。だからその謝りたくて、さっきのこと。え、ごめん、言ってもわかんないなんて言ってほんとごめん。今言うよ。実は俺、その前から春川さんのこと好きで、だから夏希に相談したくて。バカ、死んじゃえ。なんで？君にはできない。どうして、どうして助けたのよ。どうしてって、君は本当に飛び降りるつもりなんてなかったから。何を言うの？あなた誰？君は山際百合子、中学2年生。今年も自分の気持ちを理解しない周囲に絶望して飛び降りてやろうと思ったものの、真実死ぬつもりは全くなかった。何？あなた何なの？私のことを知りもしないで。知る必要ないんだ、そんなこと。わかるんだよ、僕には。聞こえるんだ、
君の心の声が。君は生きたい。本当は誰よりも辛いよね。分かってもらえないよ。もうやめてよ。良一。ああ、分かってる。彼女は理想的かもしれないね。知りたいよね。みんなの心の中。待って、何？君には力があるんだ。力を持たない者の声は僕には届かないから。何？分からない。やめて。こっちにおいでよ。そうすれば誰も君に嘘をつけない。と一緒に食べたい。うん、お仕事頑張ってね。うん。ある？ねえねえ、綺麗だよ。見える？なっちゃん、なっちゃん、ほら。何よ、もううっさいわね。さっきから何？なっちゃん、すごいね。なっちゃん、好き。私、ケンちゃんが好き。あっ、すごいね。なっちゃん、こっちの方がもっとよく見えるよ。行こう。あ、ねえ、ケンちゃんは、ん？ケンちゃんは大きくなったら何になるの？じゃあ旅館屋さんになるよ。みんなが大事にしている旅館だもん。嬉しい。じゃあケンちゃんはずっと私のお隣さんなんだ。お、なっちゃんこそ東京に行ったりしないの？私、ケンちゃんが好きだから。え？好きなの、ケンちゃんが。ん？ケンちゃんが好き。大好き。なに？好きなの。大好き。大好き。夢を見た。久しぶりにあの夢を。夏希、起きたな夏希。あの日、手はつないでいても心はつながっていないのだと分かった。夏希、生まれた時から家がお隣さん、保育園も同じ、小学校も同じ、中学校も同じ、クラスも同じ、出席番号もロッカーも隣、永遠のお隣さん。そう、
それが私のポジション。今までも、今も、これからも、ずっと、ずっと。あ、夏希。あんなやつ嫌いになれればいいのに。はいはい、通りますよ。山際さん、おはよう。おはよう、鈴浦さん。あ、知ってたんだ、私の名前。座席表見て。おはよう。おはよう。落ち着いてたね、山際さん。堂々としてた。うん。でも、どうしてこのタイミングからなんだろうね。まあ、よかったんだけど。気になってたんだ。まあね。ほら、私、学校休んだことないし。まだ続いてるんだ、皆勤賞。うん。鈴浦選手、記録に対して不安材料は、うん、病気はないな。恋の病は、なんて。あ、まさか。わかんないよ。誰かを好きになったら。ないない。それに、好きな人がいたら、むしろ来ちゃうんじゃない？学校、顔が見たくて。そうか、それはそうかも。かっこいいもんね、転校生。さーて、今日は全部聞かせてもらっちゃおうかな。さすがだな、関。もう来たか。え？お前何しに来た？はあ？なんでその流れで俺が質問されんの？一体どんなリアクション期待されてる俺？いや、俺はてっきり、うん、すまん、勘違いだ。悪かったな、変なこと言って。空撮ってんの？ん？いや、雲。雲？うん、何かに見える雲、取りためてんだ。へえ。じゃあ、これは何？これ？ああ、ハンバーガー。ああ、え、じゃあこれは？チーズバーガー。何それ？はあ、わかんねえ。嘘、よく見ろよ。このチーズが垂れてる感じとかどう見る。関、お腹減ってる？あるんだね、一目惚れって。ごめんね、なんか私だけスッキリしちゃったみたい。時々ぶっちゃけなくちゃ。カホはいい子すぎて溜め込んじゃうんだもん。ちっともいい子じゃないよ、私なんか。またまた、幸せなやつね、転校生。ピアノも上手なの。へえ。なんか不思議、自分がこんな気持ちになるなんて。そう？全然不思議じゃないよ。好きになるのに理屈なんてないじゃん。そうかな。うん、そうだよ、絶対。で、思いはいつ伝えるの、彼に？え、無理だよ、そんなの。なんで？
グズグズしてるとすぐに卒業なんてことになっちゃうかも。いいの、私はそれで。おお、綺麗。こんなに綺麗だったっけね、ここからの景色。私、生まれて初めてかも、こんな綺麗な夕日。ねえ、ん？夏樹は好きな人いないの？いないよ、私は。嘘、関くんは？ちょっと、やめてよ、カフまで隣だからって。ありえないでしょ、あんな無神経なやつ。そっか、じゃあ本当に違うんだ。のつき？あいつと私はね、お隣さん。それ以上でも以下でもなくて、お隣さん。席にも聞いてごらんよ、きっと同じこと言うからさ。京極って変わってるよな。なんで？ハンバーガー食べたことねえなんて。ああ、そうかな。そうだよ、親が厳しいの？いや、そういう理由じゃない。すごいな。ん？ああ、俺さ、京極に聞きたいことあったんだ。何？初めて会った時さ、ここが地球って言った？それ、誰かに言った？いや、なんで？変なやつって思われるから。もう思われてるし。だいたいお前、ヘッドホンしてたじゃん。ああ、だよな。聞こえたら、超能力者じゃん。だよね。言ったよ。え？言ったよ、心の中で。俺は関のこと超能力者だって思うけどな。マジで言ってる？京極。ああ、もちろん。じゃあお前、宇宙人？むしろ未来人って感じ。じゃあ今、超能力者と未来人がこうやってハンバーガー食べてんだ、夕日見ながら。そうだよ、もちろん、そうだよ。それではあなたが食べたいものを私が未来から持ってきましょう。3、2、1、オープン。未来からね。ハンバーガーですね。タイムワープ、これは物理法則です。領域、貴様この時代の食物を食べたな。必要のない干渉は控えろ。分かってると思うが、席とかいうあの少年邪魔になるんだろ、計画の。父さんはあいつがいるからこの時代を選んだんだ、復讐するために。私には博士の計画について答える権限がない。戦うことになるのかな。危険な不確定要素だ。私に言えるのはそこまでだ。さあ、プログラムを進めよう。能力者の候補は何人かいる。この時代のことはこの時代の人類に動いてもらおう。私、東京の高校行きたいんだよね、陸上で。へえ、スポーツ推薦か。いや、最近、ほんと最近思いついただけだよ。じゃあ放課後部活？うん、カホも生徒会だよね。携帯のことで話し合いがあるみたい。違反者がなくならないから罰則がどうとか。ピアノ弾いてくよね、帰り一緒になるかも。ほんと？待ってよっかな。なんか最近よく一緒にいるね。そう。あ、まずった。そういう意味じゃなくて。別に気にしてないから。また学校ではこの話はなし。
連帯しては何語だ。はい、日本語。日本語、窃盗語です。そうだ、窃盗語。それなら連帯しては何語だ。日本語。おい、遠山、まだ怒ってんの。ごめんって、どんぐりぶつけて。なあなあ、悪かったってごめんな。そんなに痛かった。おっと、痛かったよ。え、胸が痛かったの。え、胸、胸、うん、あ、これは違う。くっ、最低。あっ、バカ。あら、泣け、いってー。あれ遅いじゃん、カホ。はるかは、そが見なかった。会長ですか？見てませんけど、今日は休みじゃん。ん？おかしいな。朝一度見かけたんだな。え、でも、定例にもいませんでしたよね。早退ですかね。うん。残念、あなたは違うみたい。聞こえないもの、あなたの心の声。感心せんな、余計なことを話すのは。私の手間を増やす気か、それとも恋か。な、何喋ったよね今。あなたも一緒だったらよかったのに。せっかくいい人だから、本当に残念。やめろ。やった。良一？大丈夫。あ、今日見たことは誰にも話しちゃいけない。いいね。何？あなたたち、何なの？人間に見えないかな。見えるけど、でも。人が近づいてくる。早くここを離れないと。ふん、まあいいだろう。生徒会長が能力者とは上々だ。これで計画を早められる。春川さん、よかった、会えて。これ、勝手に借りちゃってたんだ。ありがとう。月の光、春川さんも練習するの？うん、弾いてみたくて。聞かせてよ、いつか。夏希のやつ、おっせぇ。
私は父を覚えていない。漁師だった父は嵐の夜、海に落ちた同僚を助けようとして波に飲まれたのだと聞いた。母はいつも海は怖いと言う。私が海に行くのを心配する。だからこうして海に来るのはたった一つの私の犯行。なぜなら父さんも海は怖くなかったと思うから。ここでだけ私は父さんを感じられる。父さんと会話できる気がするの。シロちゃん。ごめん、春川さん。いいかね。いくつなんだろう、シロちゃん。結構年だよ。十何歳。嘘、そんなにおじいちゃん？うん、物心ついたらいたから。もっと若く見えるけどな。そう、そうかも、なんでだろう。そうだ、春川さん。今日、夏希にだ。うん。もうずいぶん休んでるよね。うん。話した？いや、あいつ出なくて。そっか、私も心配だね。うん。途切れちゃったね、解禁書。へえ、知ってたんだ。うん、聞いたの、夏希に。これで俺だけになっちゃったな。あれ、関君も？俺は遅刻ばっかだけど。あのさ、はい、春川さんって好きな人いますか？え？はあ、携帯電話は現在使用はもちろん、持ち込みも禁止されています。でも、こっそり持ち込む生徒が後を絶たなくて、ちゃんと守られてません。罰則を厳しくする必要があると思います。私たちのクラスから生徒会に…出席停止？そこまで厳しくするのか？校則が守られていないからです。そんなことはわかってる！僕が言いたいのは、そんな権限が僕らにあるのかって話だ！権限ならありますよ。第10条の附則第2項です。生徒会は役員の賛成多数で必要な校則を提案できる。生徒総会での承認後、効力が発揮されます。それはそうだが、緊急性が認められた場合には暫定的に効力を発揮できるともあるわ。顧問の承認が必要なはずだ。山田先生は本日付で長期療養休暇です。それなら顧問の承認は省略できますね。待ってください、昨日まではあんなに普通に。そうだ、一体どうなってる。採決に移りたいと思います。そんな、まだ十分に。本議案に賛成の委員。そうだ、こんな無茶な提案通るはず。どうして。賛成多数と認めます。近藤さん、本規則は生徒会で承認されました。どういうことなんでしょう。わからん。だって会長も天野くんも先週までとまるで別の人みたいで。だからわからんと言ってるだろう。すまない、はるかは気づかないか。ここのところ俺の周りじゃこんなことばかり続いてるんだ。突然性格が変わったように見えるやつ、それを不思議がってたやつまで。次の日には一方で欠席したまま出てこなくなるやつも多い。もう23人だ、学校全体で。そんなに。不安なんだよ俺も。来なくなったやつに連絡しても何の返事もない。不安でつい携帯持ってきちまうやつが多いのもわかるんだ。孤独なんだよ学校で。でもなぜか変わった奴らは平気そうにしてる。俺の目にはまるで
部屋。俺までおかしくなったって思われるかもしれないけどな。何です？言ってください。言葉を使わないで会話してるような、テレパシーみたいな。ないか、そういうこと。先輩、放課後山田先生の家行ってみませんか？そうだな、それも気になるもんな。わかった、一旦家戻るよ。携帯持って待ち合わせよ。あ、でも私持ってないんです、携帯。ったく、携帯くらい出ろよな、夏希のやつ。枕持ってけって。誰か待ってるの？ん？あ、はい。迷惑かしら、それまでご一緒したら。いえ、そんなことないです。そう、よかった。私ね、携帯なんてなくなればいいと思ってた。煩わしいだけだもの。そのせいで傷つけたり傷つけられたり、すごく不完全なツール。不完全ですか？自分が孤独じゃないって、誰かとつながっているんだって。みんなで自分に嘘ついて人生をごまかして生きていくためのくだらない機会。だってこの世界にはもっと完全な方法があるもん。私ね、忠告したかったの、あなたに。忠告？そう、あなたがしようとしていることは誰のためにもならないことだから。神野くんだっけ、副会長の。残念ね、デートに来られなくって。何をしたの？引っ越したの。携帯はね、ない方がいいの。その方が私たちと同じ力が欲しくなるから。ほら、人が本当は何を考えてるのか、あなたも知りたくなったでしょ。孤独よね、人の本当の気持ちがわからなければ。自分を本当に分かってもらうこともなければ。それは、でもだからってどうするというの？生まれ変わるの。未来ではね、その力がなければ人は生きられないんだって。あの人が言うんだから確かだわ。あの人、あの人ってまさか。試してみる？あなたも。試す、試すって。シャボン玉と同じ。シャボン玉？そう、人はね、みんな自分の中に世界を持ってる。ほら、見て、シャボン玉の中に世界が見えるわ。でもね、この世界たちはつながってない。それじゃあ孤独なの。だから、つなげてしまえばいい。ほら、もう孤独じゃない。消えちゃうわ。普通はね。だから試すの。あなたに力があるのかどうか。逃げよう。関君、自分で逃げるから。ごめん、いいから。待ちなさい。本当に生まれつきの能力者なの？彼が私の声にも返事してくれないけど。でも助けに来たわ、この場所に。
それにあの力、春川さんが能力者？いや、それはないな。あの少年の力は封じられている。誰が何の目的でか見当はつくがな。あ、ごめん、手つないでた。おお、これは。じいちゃん、春川さん、階段登ると僕の部屋だから。嫌じゃなかったら、そこで話聞かせて。飲み物持ってくる。麦茶、麦茶、麦茶。おっと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 。お前屋根伝いに入ってくんなよな、いい年こいて。な、何よ、あんたがどんぐり飛ばすからじゃん。お前それで落ちて足折ったじゃん、子供の頃。それはお前だっつーの。あれ、そうだった。そうよ、糸電話で話してたらあんたがなんかこうしてるとさっきのことが嘘みたい。あれは本当に現実だったのかな。大丈夫、春川さん。ありがとう、もう怖くないよ。怖い？まさかカホ、あなたにも転校生が。京極がお前に何かした？なんでもない。嘘つけ、休んでる理由なんだろ、それが。じゃなきゃ。知らない。やっぱり京極くんが関わってるんだ、今学校で起きていることに。夏希、私知りたい。あの人がこの学校で何をしようとしているか。教えて、夏希。何があったの？なるほど。ということはだ、つまり。うわっ、まだ何も言ってねえだろ。いや、言おうとしてた、バカなこと言おうとしてた。超能力で察したの。んだよ、さっきの話じゃお前にはそんな力ないって。そうよ、なのになんでかしらね。ほっほっほ。さてと、私そろそろ帰るね。危なくない、帰ると。なんなら。ちょっと、何止めようとしてんのよ。ありがとう。でも大丈夫。夏希も元気でよかった。あ、送ってくよ。私も。え、パジャマじゃん、お前。5分待って。ああ、だから、ここから出入りするんだって。それに枕。あ、私もたまにはぶっちゃけないとな。はあ？いつもぶっちゃけてんじゃん、お前。バーカ、全然ぶっちゃけてないよ。じゃあぶっちゃければ？しんないよ、どうなっても。私がぶっちゃけたら。はあ？なあ、夏希。ん？お前も来いよ、学校。京極たちが世界をどう変えたいのか、俺にはよくわかんねえけどさ。
でも普通に過ごしてたいじゃん。だってずっと一緒だったろ俺たち。あんたが言わないでよ。え？あんたが言わないでよ。夏希、なんだよ、心配したっていいじゃん。バカ。え？なんて振られたのかな、カホには。はあ？ここでそれ聞く？聞いたら行く、学校。うん、ああもうしょうがねえな。大丈夫？って聞く。アキオ、アキオ、ジャック、アキオ。ああ、でもこれで約束だからな。携帯持ってこいよ。不安ならさ、俺も必ず持ってきとくからさ。何す？ぶっちゃけたよ、バーカ。わかるもん、私にだって。好きな人が自分じゃない別の人のこと好きで、全然自分の気持ち伝わんなくて、相手の本当の気持ち知りたくて、でも好きで、好きで大好きで苦しい気持ち。だってだって言わないで、ケンちゃんの気持ち私には分からないなんて言わないで。おいおい、教師の携帯もダメなのか？はい、規則ですから。で、それじゃあ教師も出席停止になっちゃうだろう。そうなりますよね。え、斉藤先生、ちょっとこっちに。はあ、何ですか教頭。こちらで、ちょっとこちらでご相談が。あ、おはよう、夏希。ルールを守れない人には事情。残念、忠告を聞いてもらえなかったみたいで。あの人が関君やあなたのこと気にかけるから遠慮してたのに、私には理解しがたいことだけど。神野さんや近藤さんをどうしたの？休んでるみたいね。だから私たちが手伝ってるの、生徒会。あなたはもう少し空気の読める人だと思ったのだけど、力はなくても協力的な人も多いのに。例えば教頭先生、とても理解があるのよ私たちに。だからいろいろ提案させてもらってるの、本当に良い学校にするために。ないことすんな。うっ、いった。夏希、夏希、みんな見てるよ。
夏希、降りろよ。自転車じゃ階段登れないだろ。あ、その、胸が当たるんですけど。スケベ。はいはい。カホのこと好きなくせに。はいはい。本当は誰でもいいんでしょ。お前ね、お前は誰でもいいのかよ。ごめん。こっち履けよ。足ちょっと血が出てる。あ、初日がこれじゃ大変そうだな。明日からどうするよ。あんたは？俺？俺は行くけどさ。じゃあ行く。春川さん、これ以上は危ないよ。忠告してきた友達いなかった。どうして心配してくれるの？人はね、集団になるとちょっとしたきっかけで暴走するんだ。私、京極くんに聞きたいことがあるの。何でも知ってるんだね。そんなことないよ。例えば、春川さんの心の中は僕にもわからない。それは私に力がないから。そうだよ。未来ではね、人類はもう地球に住んでいないんだ。え？人間の振る舞いが地球の我慢できる限度を超えてしまってね、もう人が住める星じゃないんだ。だから月に住んでる。ほら、あそこが僕の故郷。すごく不思議な気分だよ。まさか地球から月を見上げることがあるなんてね。その日はある日突然やってきた。たまたま地球を離れていた一隻の宇宙艇だけが助かったんだ。地球がまた住めるようになるには千年単位の時間が必要だと分かった。その期間を生き延びるには技術も資源もあらゆるものが不足していた。地球にはもう帰れない。そうして時が経った。一部の子供たちが不思議な力を発揮し始めたんだ。それが超能力？君たちがそう呼ぶものもあるかもしれない。人間の脳はね、普段はほとんどが眠ったままなんだ。危機に瀕すれば必要な力が呼び覚まされたって不思議じゃない。そう考える人たちがいる。本当のところは誰にもわからない。でも僕らの時代ではこれは希望そのものなんだよ。希望？うん。人はね、多分何もしないでいることに耐えられないんだ。生きるには希望が必要なんだと思う。ね、力が現れるのは14歳頃だと分かった。いろんな人間関係の中で初めて自分を意識したり、それで葛藤したり苦しんだり、そんな時期と関係あるのかも。この力があれば争いは起こらないという人もいる。だから僕の使命はこの時代に一人でも多くの能力者を目覚めさせること。そうすればあの最悪を避けることだってできるかもしれない。でなければ能力者を僕らの時代に連れて帰ること。僕らの時代にはね、そもそも人の数がとても少ないんだ。力を持つ者となるとなおさら。それを遮る者とは戦う。たとえそれが君でも関でも他の誰かでも。だから僕はね、夏の夜の夢で言えばパックなんだよ。人の世界に魔法をかけに来たんだ。なぜ話してくれるの？私どうしたら。
妖精だって人に恋することもあると思うよ。そんな物語なかったっけ？それとも自分の魔法が自分にかかってしまったのかな。バックはお調子者だから。今から私が3つ数えます。そして手を叩きます。そしたらあなたは全てを忘れ気持ちよく目を覚ます。いいですね。 3, 2, 1。 はい。これも魔法ならばいつまでも解けなくたっていいのに。僕の母はこの時代に生まれた。僕は母を覚えていない。僕が生まれて間もなく亡くなったのだという。写真もない。過去の記録に意味などない。大事なのは未来だけだという父の考えによるものだ。それでも残った母のものだったといういくつかの品々、それをこっそり見るのが子供の頃の僕の密かな習慣だった。あ、カホ早く来て。ナツキが早く。ちょっと何人のロッカー勝手に開けてるんですか。2年1組鈴浦ナツキさん、あなたは10日間の出席停止になります。2度目は30日間、3度目は90日間の出席停止になります。返してよ。何するのやめなさいよ。返して。開けるなよ。開けるな。開けるな。なんなの、あんたたち。話いいんですか。席の力を解放させるのが父の計画では。まだそんなこと言ってるのか、あの男は。ほら行きなさい、お前の主人のところへ。力をどう使うか決めるのはわしじゃない、君でもない。親父さんに会ったら伝えてくれんか。過去のことなんかほっとけってな。なんで携帯が禁止なんですか。私明日も来ますよ、学校。え、約束したんです。あなたが言ってることよくわからないんだけど。すみませんね、あなた方お得意のテレパシーが私にはなくて。どうせなら話すことも聞くこともみんな禁止したらいいじゃない。何が言いたいの。あなたは答えだけ知って分かったつもりになりたいだけ。相手の心が分かったってだから何。そんなの覗きと同じじゃん。伝えたい、知りたいって思いこそが人が寄り添って生きてるってことなの。覗きなんて失礼ね。私たち本当に伝えたい思いのない気持ちが相手に伝わるわけないじゃん。本当に知りたい思いのない人に相手の気持ちが分かるわけない。携帯なんて関係ない、テレパシーも関係ないよ。これは未来に必要なことなの。未来がどうだかなんて知らない。私たちが生きてるのは今なんだから。戦う気持ちのない人が偉そうにしないで。あなたみたいな人がいるから。あんたでしょ、戦ってないのは。あでな、授業中なだけじゃん。あのさ、携帯だったら俺も持ってるけど。
没収かな、これも。母さんはどんな人でしたか？君は使わないのか、テレパシーを。聞きたいんです、あなたの言葉で。そうだな、綺麗な人だったよ。君に似ていた。よく言われます。自分の信念を持った人でもあった。正直に言うと、少し憧れる気持ちもあったかな。未来で幸せになっていればいいと思ってた。なったと思いますか？幸せに。それを君に聞けると思ってたんだがな。君はどうするんだ？どうとは？君は半分この時代の血を引いてる。この時代に生きることはできないのか？人は結局生まれた時代に生きるのが幸せじゃないでしょうか。あなたならきっとそういうはずだと思ったんですが。そうだな。つまらんことを聞いたな。あ、うん、やあ、あんたが持ってよ変態。どこにしまう気？え、この服ここしかポケットないし。貸して、私のを貸して。なんだよ、早くそう言えよ。違うから、そこポケット違うから。言ったろ、お前は超能力者だって。うん、そうみたい。決着をつけよう。こうなるほかない運命さ、俺たちは。あのさ、京極、明日週末じゃん？うん、そうだな。じゃあ海行かね。は？え？4日未明発生した台風4号は小笠原諸島を暴風域に巻き込みつつ、島の南東およそ200キロの海底、時速20キロで北東に進む。ちょっとあんた、少しは空気読んでよね。ん？あ？なんでこんな天気の日にこのメンツで海水浴なわけ？いいじゃん、夏だし。だから夏だしね。ああ、やんなるわ。私だけ心配性みたいで。大丈夫、夕方には晴れるよ。私、そういうことが言いたいんじゃないんですけど。そうだ、私台本持ってきたの。劇？いいね、練習しようか。やろうやろう。うそ、お弁当もあるけど、どっちが先がいいかな。あんたも結構適応力高いよね。はい、お弁当。席には鈴浦さんのがあるだろ。へえ。ってお前、失礼だろ。食べたら失神するかも。こいつが失礼とか失神とか。え、いや、僕は。ねえ、みんなで食べようよ。ちょっとやめてよ、嘘でしょ。ごめんな、いつも心配かけて。誰？ケンちゃんが。俺さ、本当はこの日に死んだんだ。え？
お前がこの後時間を遡って俺の代わりに怪我してさ、力を失うんだ。そんな風に何かを変えたら釣り合いを取る力が働くんだって。じゃあ元気で。どこか行くの？待って、ちょっと待ってよ。行かないで、約束したじゃない。ずっと隣なんでしょ。嘘つき。行かないで。ケンちゃん、約束したのに。ケンちゃん、自分で言ったくせに。ずっと大人になってる。ケンちゃんの。私、何か言った？知られちゃった。そうだね。でも、とっくに気づいてたけど。いつから？関君のことが好きだから皆勤賞を続けてたんでしょ。素敵な声だなって思った。でもケンジはカオのことが好きなの。ずるいよ、私が先に好きだったのに。ずっと好きだったのに。ずっとずるいよ。京極の親父さん、じいちゃんと知り合いだったんだ。いい関係じゃないけどね。親父が昔この時代に来た時、お前のじいさんに邪魔されてね。なんで一緒に来なかったの？時間の移動って一回が限度なんだ。心臓に負担がかかってね。なんか気配を感じるんだけどな、時々。そうかな。いや、そうなのかもな。ザバーン。俺さ、演劇って好きになったよ。へえ、いいもんだな、こうして話すのも。話すのが劇なの？それはお前が心読ませないから。お前は俺よりはるかに強い力の持ち主なんだ。月と太陽くらい違う。だから一方通行なんだ。月の光なんて昼間には全然わかんないだろ。昼間にだって月は出てるのにな。こら、遅いぞ。これが夏なんだね。そっか、ないんだ季節。うん。夏の夜の夢ってさ、ラストは目が覚めたらみんな夢の間のことは忘れちゃうよね。どうしたの急に。催眠術みたいなものだよね。でもさ、ん？魔法がかかってる間にもし
誰かのことを好きになったとして、それが魔法が解けて目が覚めたら、夢の中の気持ちは跡形もなく消えてしまうとしてさ。そしたら好きだった気持ちはどこへ行ってしまうんだろう。俺、帰らないといけないんだ。好きに。帰るって、いつ？多分、今夜。そしたら君は、僕のことを忘れると思う。夏の夜の夢みたいに。これ、容量がもういっぱいなんだ。いっぱい？うん、詰まってるんだ、時間が。僕がいなかったはずの何ヶ月分かの時間が。さようなら、春川さんの月の光聞きたかったな。パックってお調子もんだけどさ、憎めねえよな。え、何を急に。あれはあれで真剣なんだろうな。いたずらは良くないじゃん。だって本心わかんねえもん、妖精の考えてることなんて。行かないで。帰るしかないんだ。私、京極くんが好き。好き。大好き。あなたを忘れるなんてできないよ。未来に帰るしかないのなら。ダメだ。それなら、それなら私が。ダメだ。私が。私が行くから。行こう。どこへ？乗ってよ。夏希がいないと。俺をこの時代に繋ぎ止めとくものがなくなっちゃうみたい。ん？何？二度は言わない。何よ、もう一回。行くよ。もう一回とか。ケチ。ごめん。僕の母はね、この時代の人だった。未来に来て、きっとすごく、すごく孤独だったと思うよ。京極を見送りに来たんだ。お前が帰ったらこれ壊すよ。俺はそれを許すわけにはいかないな。おっよっとおっ。できなくなるぞ、この世界に。いいんだ、それが僕の使命だから。
陽一、その二人を消せ。力を奪え。そうすれば未来が変わる。人類が生き延びるんだ。生き延びてどうするの？未来につながらなくなるような過去は変わらないよ。もうよそう。バカな。貴様の理論は誤りだ。どうして？本当は分かっているはずだよ、父さん。だって母さんをこの時代に返してあげることだってできなかったんだから。いないはずだ。僕が。バカ。どうして地球はどこまでも我々を拒むのか。雪みたいだ。あれ、僕雪を見たことあったっけ？そうだ、きっと子供の頃母さんが聞かせてくれた物語。関、お前こうなると分かってて力を使い切ったな。何やってる。お前も巻き込まれるぞ。京極、俺とお前は確かに心がつながってない。でも手をつなぐことはできる。それじゃダメか。手をつなげばあったかい。お前の熱が伝わってくる。それじゃダメなのか。存在できない。帰れもしない。もうじき消え去るだけの。俺が送ってくよ。片道くらいなんとかなるだろう。バカな。お前が帰れなくなるぞ。なあ京極、いないはずの人間なんていないんだ。いてほしいと思う誰かがいるからまだこうしているんじゃないか。俺もお前も、もしかしたら、誰でも。そうかもな。ごめん、夏希。俺、ちょっと行ってくる。どこへ？だから、待ってて。待ってればいいの？うん、俺もこの時代に生まれていたらお前たちと。知るかよ。俺が知ってるお前は俺たちの友達だった。何万光年離れてたって。それはそうだろう。you
ケンちゃん。あれ、私、ケンちゃんって誰だろう。ねえ、聞いた？何？転校生が来るんだって。転校生？
知らない番号。なつき？バカ！ただいま。